最悪。めっちゃミッキーだね、フォーティーズスペシャル。やっぱこの辺が奈良市ブログっぽいよね。これシートのボルトがないっす。タンデムシート2、3回付け替えたらこれスポタンでこのカラーなの。タンクは俺のと多分一緒なんじゃない。タンク容量としてはカラーが一緒一緒、7点カラーがあれなんだ。かっこいいやつ。いいね、こっちの方がかっこいいよ。もっとシンプルにしたいよ。あんま気に入ってねえタンクな。オーナーあんま気に入ってねえタンク。いいね、これでスポ3台じゃん今日。うん、さあさあさあ、オーナー行きましょうか。ガス入れてから行こう。じゃあどこでもいい、最寄りのスタンドで。いやまだ全然ある、あと40キロぐらいは走るよ。行け早く。じゃあバフル入れてない。2人とも入れてないやつはノーマルのバフル。クワイエットじゃない方。あの買ったまんまの状態。めっちゃでかいよね。この間のスキルパーで見たの。クワイエット入ってんの。クワイエットか。そのもう一個あんじゃん。時間になるやつ。スーパークワイエットバフルみたいなやつ。みたいな。どっちかは入れた方がいいですよ。全然静か。それなんかバンスの割に静かだなと思ったんだよね。確かに。奏でられない。奏でられない。静かだもんね。うん、バンスのなんか匂いはするけど静かだね。いや、なわけで今日はスポーツスター3台でツーリングです。ちょっとね、空模様がね、怪しいっていうか、なんならちょっと雨降ってるぐらいのレベルなんですけど、3人で走りに行っちゃいます。まあ、今回の動画からね、初めて僕の動画に登場してくれてる方になるんですけども、バイクの車種的には48スペシャルですね。ちょっと年式聞き忘れちゃいましたけど、もう後ろにいてもこっちからしか音しねえもん。こっちの音しか聞こえねえもん。うん、でまさかのね、3台とも現行のスポーツスターでバンス缶っていう組み合わせなんですけども、僕とホタテに関してはあのノーマルバッフルって言ったらいいのかな、あの買った時からついてる普通のあのバッフルの仕様で乗ってるんですけども、この48スペシャルはクワイエット系のバッフルがねついてるということで、いや僕初めて聞いたんですよ、クワイエットバッフルの音ね。全然違うっすね。なんか僕らのこのバイクの大体どのぐらいだろう、3分の1ぐらいかな、音量的には。うん、そんな感じはしますね。ほんと純正プラスアルファ、まあ純正プラスアルファまで可愛くはないですけども、うん、なんかほんのり香るバンス感って感じですかね。僕らのがコンソメパンチだとしたら薄塩味みたいな、そんな感じです。でね、まあ3人ともね、これまた同級生なんですけども、いやはやおはやですよ本当に。いや、なかなかね、本当にこんなスポーツスター3台なんかで走ることないですから。今までのその僕のチャンネルの動画をね、見ていただければ分かる通り、スポーツスターといっても、まあ最近ね、本当ホタテがアイアンを納車してくれたおかげで、やっと僕と、まあ、ホタテっていう2人でね、スポーツスター連盟になってますけども、まあ、そこにまあ新たに また1人48スペシャルが登場したという感じですね。で彼の場合はね、最近買ったとかそういうわけではなくて、以前からまあ48スペシャル乗ってて、で僕とホタテの中では結構ね、いつか走りたいねなんていう話はしてたんですけども、なかなか予定もまあ合わずで、ずっと今まで今日来てしまったんですけども、ようや
やくね、ようやくこうやって3人で走れておりますね。本当は今日バンダイ東スカイラインですかね、福島が誇る、素晴らしい絶景のあそこにね行く予定だったんですけども、なんかねもう昨日まで降水確率 20% ぐらいだったのか、なんかあっちの方降水確率 90% ぐらいになってて、誰だ雨男は、まあ、90% のところにねさすがに突っ込んでいく勇気はないぞと、いうことで、とりあえず今日はね降水確率 20% のいわきツーリングをしようかなと思ってます。で今回はもう海猫リベンジしますよ、海猫商店リベンジしますんで、今日はやってるよ絶対に、今日はやってる、お盆中やってるっていうのをインスタでねしっかり見ていきますんで、今日は間違いなくやってるはずです。でね、あの海猫商店さんの方からですね、来られる際はご連絡くださいというふうに言われてたんですけども、ちょっと急遽決まってしまったのでご連絡できずにっていう感じではあるんですけども、まあ、撮影可能であれば、まあ、撮影させてもらおうかなというふうには思ってますんで、まあ、そんな感じで、ね、今日一日頑張っていこうと思います。とりあえずね3台ともタンクがそこまで大きくないというものはありますんで、とりあえず今ガソリンスタンドに向かっておりまして、給油してからね3人で向かおうと思います。あ、何年式？19か。これ20年のタンク？そう。だよね。あ、19かなこれも多分。19？グラフィックは一緒なんだけど、この色は多分19までしかない感じ。あ、そうなの？だった気がした。最初そのハーレーに乗ったり、スポーツした。ずっと言ってるよねなんかね。本当かよって感じですけどさ。騙さっちゃう。なんだこれ、蓋どうなってんのこれ。なんかぶち壊れたんだけど、ざまねえな、ポガンスカバーのねちゃうね。なにこれ、ゴムがぶち切れた。いいや、ちょっと暑くなってきたね。よし。っていうとこれ納車したのいつ？去年の8月。あ、じゃあもう1年ぐらいなんだちょうど。そう。もともとあれ、このヘッドは頭ありき。そう、48はこれ。で、48多分スペシャルになるとこっちになるんだよね、多分ね。あ、そうなんだ。ここの部分も多分俺のアルミジのあれなんだけど、多分こっちメッキなんでしょ多分これ。うん、これメッキだね。ビカビカ具合が違うもんね、なんかね、それぞれ違いじゃん、なんかヘッドのあれが。思いのほか結構ビカビカだったね。ここにね、うん、夜まとまってたけど、こんだけメッキ多いかな。そうね、まあ、メッキ多いとつってそこまでそんなガチガチに。はぁ、あ、それどこのセブンで混ざりを入れようとしてんの。どこでもいい県庁別に。じゃあそこでいいべ。じゃあそこでいいべ。そう。混じってんの？なかなか。なかなか子さんのリスナーだよ、そしたら。